メガホンは、声を覚醒するために用いられる器具のことである。音響的に指向性と声の通りやすさを向上させるものと、電子回路で増幅するものがある。スポーツの応援、演説、抗議行動、集会などに用いられる。英語圏では、スピーキングトランペット、ブルホーン、またはラウドヘーラーの名称も用いられる。メガホンとは、音響インピーダンスと窮地を上げることで、 音のエネルギー電波効率を向上させる装置である。メガホンは、声帯から空気への音響インピーダンスを上げることで、音量を上げ多くの音響パワーが空気中へ放射されるようにする。電気的な増幅装置を持つ場合は、声帯の代わりに、電気スピーカーから空気への音響インピーダンスを上げる。メガホンの周波数特性は、 音の周波数が高いほど大きくなるため音が多少歪む。音響インピーダンスを上げるためには双極線形状であることが理想だが増幅装置を持たない簡易なものは製造コスト上の理由から単純な円錐台形が多い。人間の声は空気を倍質として男性体中を伝わる変形波であるため窮地を高めて倍質に吸収される。 エネルギーの減少を低減する効果もある。窮地が高いと複数の周波数が均等に増幅されないため音質が多少歪む。これをスピーカーなどの音響機器における指向性と同一とみなして指向性を上げると表現されることが一般的である。19世紀後半、消防士が用いた同性のスピーキングトランペット。スポーツの応援で用いられる。 樹脂製音響メガホン。3インチの使い捨てライターとの比較プラスチックや、紙製の円錐型の筒からできており、発生の際に細い側の開口部を口に当てて使用する。エネルギーの増幅はないが、思考性が増強されることや、共鳴の変化などによって、特徴のある声になり、遠くへ伝わりやすくなる。映画監督の象徴でもあり、メガホンを握るというと、 映画制作の過程を監督するという意味で使われる。また、叩くことによって、合図を送ったり、応援の表紙、またバラエティ番組において、突っ込み役が、ハリセン同様の小道具に用いることもある。また、クイズ番組等では、耳打ちでの回答する際に用いることもあるが、この場合は音響を縮小させて周囲に声が、漏れないよう。 太い側の開口部に口を当てて発生する。また、円錐を縦に二分割しばねと蝶子外で接続した構造のものもある。プロ野球をはじめとするスポーツの応援で近年多用されている。本来の声を遠くへ伝える目的のほか、カスタネットのように打ち合わせて音を出せるように作られている。高校野球では1メートル以上にも及ぶ巨大なものも存在する。 ベンチに入れない部員などがオリジナルで作成しメガホンに部員などの様々なメッセージを書き込んで2から3人で支えてスタンドで応援するケースもある音響的なメガホンの日本国内製造は現在わずか5工場変わったところでは道路工事などに用いられる三角コーンをそのまま音響メガホンとして用いるケースもある増幅器を内蔵した一般的な形状の 電子メガホン。電子メガホンは、反射型、または、リエントラント、ホーンと呼ばれる、ホーンスピーカーを使用する。音波は、動心円状に広がるダクトを通り、ジグザグ状の経路を伝播する。拡声器や、トランジスタメガホン略して、トラメガとも呼ばれる。マイクロホン、増幅回路、トランペットスピーカーから構成されている。小型のものは、すべてが一体化しており、 手で持って、マイクロホンを口に近づけ、発声するとそのまま前方に音声が増幅されて、出力されるようになっている。大型のものは、マイクロホン、増幅お及び、電源、スピーカーが独立しており、スピーカー部を付属のストラップで担ぐか置いて用いる。いずれも電源には乾電池などを用いる。ボリューム調節機能を備えるものもある。また、 屋外で使用されることが多いため防滴機能を備えるものもある。サイレン機能や録音機能、音響機器などと接続する外部入力端子を備えているものもある。電子メガホンは従来の音響メガホンと異なり、声量が少ないものでも手軽に発声を大音量化して音声伝達に使うことができるが容易に。 騒音公害を発生する元ともなり得るため、日本の自治体によっては、覚醒希望騒音規制条例を制定して、公に認められた、使用目的以外での支柱における電子メガホンの、乱用を規制している場合もある。コデックスカナデンシスに描かれた石岩の、ネイティブアメリカン州長の絵図。白樺の樹皮製の音響メガホンを携えており、 優秀な戦闘指揮官として、欧州人開拓者たちから恐れられたという。人類が音響メガホンに類似するラッパ状の筒を用いて覚醒を行った歴史は古く、ホラガイやツノブエなどと並んで文明が発祥した初期の頃から、世界の各地で用いられていたと見られる。現存する遺跡ではボリビア多民族国の世界遺産。 ではなくにて、音響メガホンの形に歪たれた大石が存在しており、その制作意図は不明なものの、現地駐在の警備員の声が広範囲に拡散される、効果があることが知られている。絵画に描かれたアタナシウスキルヒャーの音響メガホン音響メガホンが絵画という形で描き、残された最初の事例はカナダに派遣された。 フランス人宣教師のルイス・ニコラスにより、1675年から1682年の間に著作されたコデックス・カナデンシスに描かれた有名な片目の男の肖像であろう。文献による記録では、ニコラスの絵画の約20年前、サミュエル・モーランドとアタナシウス・キルヒャーがそれぞれ異なる構造の同感性の音響メガホンを制作した記録が残されている。 モーランドは直感型、キルヒャーは小型化のために渦巻き型の音響メガホンを製作したが、モーランドの音響メガホンは最大のものでは20フィート以上の長さがあり、1マイル半先まで音声を届かせる効果があったという。また、キルヒャーの音響メガホンは建物の外で話す人々の声を集音する目的でも用いられており、こうした装置はイヤートランペットと呼ばれた。 こうして発明された金属製音響メガホンはスピーキングトランペットと呼ばれ軍事における伝令や宗教の宣教活動など幅広い活動で用いられたが金属管制の音響メガホンは発生者の性質が変化して伝わる欠点があったこうした特性はオペラや音楽活動などにおいて特に問題となり1919年には ハリコーを用いた音響メガホンがイギリスの歌手のゼンガーにより開発され、彼はゼンガーフォンという商標でこれを販売した。覚醒の際に音質の変化が起こらないゼンガーフォンはオペラハウスなどで大いに普及したが、皮肉にも彼自身は歌手としては大成しないまま1936年に死去した。メガホンという名前が初めて世に現れたのは、 1878年に発明王トーマス・エジソンが聴覚障害者のために発明した装置が最初である。エジソンのメガホンは6フィートの長さと8インチの直径を持つ音響メガホンが3本並んでおり、中央の音響メガホンは使用者の覚醒のために用いられ、左右の紙製のメガホンは使用者の耳に接続して超音のために用いられた。 この装置は1000フィート離れた場所の話し声が聞こえ、2マイル先まで発声が届いたと言われるが、あまりにも装置が巨大すぎたことから、聴覚障害者の補聴器としては普及しなかった。1919年、ニューヨーク市にて第一次世界大戦の戦時国際であるリバティー・ボンドの宣伝活動を行うアメリカ人女優のフリッツシェフ。 この時用いられたシステムは1917年に発売されたばかりのマグナボックス社製の真空管アンプとスピーカーを用いた公衆伝達機器をそのまま転用した大掛かりなもので電子メガホンの最も初期の事例の一つである。本機構を用いたスピーカーは19世紀の後半には登場しており日本ビクターのトレードマークである 蓄音機の保温スピーカーに耳を傾けるニッパーでも知られるように1900年代から1910年代にかけて音響メガホンは様々な音響機器に応用された。1920年代に真空管アンプが開発されるとイヤートランペットが防空や潜水艦探知を目的とした超音機としても用いられ施設内の電線用途では 公衆伝達装置として様々な用途で用いられたが、真空管アンプ自体が巨大であったために、電子メガホンを手持ち機器にすることは困難を伴った。1940年、アメリカ合衆国のアーサーサにあるが・サニアルが手持ち式の電子メガホンの特許を取得しているが、真空管アンプと蓄電池はハーネスで外付けする形式となっており、すべての機材を人間が、 運搬可能な構造にはなっていなかった。連合軍は第二次世界大戦の後半に真空管アンプを用いた電子メガホンを一部で導入していたが、数軸国など多くの国の軍事用途では第二次世界大戦終結までは依然として従来型の音響メガホンが野戦における指揮官の覚醒やラッパフの覚醒などの用途で用いられ続けていた。民間では 公衆電達装置を応用した電子メガホンを屋外での演説活動などに使用する例が散見されたが機材が大掛かりとなるため最低でも貨物自動車での運搬を前提としなければ運用が困難であったとみられるこうした状況が一変するのはマイクロエレクトロニクスの技術が発展しトランジスタが発明される1947年のことである トランジスタ発明から間もない1954年、日本の TOA が世界で初めて、トランジスタアンプを用いた電子メガホン EM-202 を開発。公衆伝達装置が手持ち可能な大きさまで一気に縮小されたことで、群衆管理や公衆広報をはじめとする多くの用途から、旧来の音響メガホンが姿を消していくこととなった。覚醒。 増幅機能に優れた電子ポータブルメガホンが普及した現在音響メガホンが用途として残る数少ない分野の一つがスポーツの応援活動であるこうした用途で音響メガホンが用いられた初めての事例が1890年代のアメリカでミネソタ大学のチアリーディングにて男性チアリード部員がポンポンを振って踊る女性の チアガールの声援を音響メガホンを用いていったことである。同校の音響メガホンによる応援は、ほどなく、同大学のサッカーチームへの応援にも用いられ、1930年代には、アメリカの大学サッカーの応援を中心に、急速な広まりを見せていった。1946年には、レオナルド・ A ・ウィーラーにより、アメリカのスポーツスタジアムで、観客向けに販売される。 ポップコーンの容器を兼ねたボール紙製の音響メガホンの特許が申請された。ウィーラーの紙製音響メガホンケニオーはアメリカではカードボードブルホーンと呼ばれ、1960年代までにはほぼ全てのメジャーリーグベースボールの本拠地でポップコーンの容器として普及した。観客はスタジアムの売店でポップコーンを購入し、 食べ終わった後は容器を音響メガホンとして転用することでベースボールチームに声援を送り試合終了後は折りたたんで観戦の記念品として持ち帰ることができた伝統の総敬戦にてダグアウトで音響メガホンを手にする慶應義塾大学野球部員たち日本では大日本帝国陸軍の伝製用途や空中超音機 あるいは大日本帝国海軍の音響探信技などの軍事用途で音響メガホンが用いられていたが女子によるチアリードや客席でのポップコーンの食用が普及していなかったスポーツの応援活動では戦前の学生野球における応援団ではバインからの男子応援団員が大声を張り上げて声援を送るスタイルが主流で日本プロ野球でも観客同士のヤジ合戦が 観客席の風物詩という状況が長く続いており、音響メガホンは民間ではあまり用いられていなかった。この状況が変わっていくのは、1950年代に国鉄スワローズの施設応援団を立ち上げた岡田正康による導入が講師であるとされている。 岡田はテレビで放送されていた MLB の試合映像でアメリカの観客が音響メガホンを用いて応援している様子を目にし日本にも似たようなものがないかを探し回ったが当時の日本では簡易に入手できる材質の音響メガホンを作っているメーカーはまだほとんど存在しなかったそんな折街中の工事現場で樹脂製の三角コーンを偶然見かけ これを加工することで大型の音響メガホンを自作した。岡田の試みの後に紙製や樹脂製の音響メガホンが日本のスポーツ応援でも次第に普及していき、1970年代の広島東洋カープでは従来の両手に持ったしゃもじを叩いて応援するスタイルを樹脂製の音響メガホンに置き換えた応援スタイルが生み出され、 2017年現在も広く見られる、バット型の音響メガホンや、V メガホンに発展していった。ミルズ、マーラ、ウェンモバイル、コミュニケーションテクノロジーズワーニュー、エンデバー33.4、141から47、センジャーホン、ワイバイレン・ムランジャー・ハット・プレスコット、ジョージ・ B ・ベル、S ・エレクトリック・スピーキング・テレホン、イッツインベンション、コンストラクション、アプリケーション、モディフィケーション、 アンドヒストリー、ニューヨーク、ディーアップルトン&、1884、US230 万1459、ハンソン、メアリー・エレン、ゴー、ファイト、ウィン、チアリーディング・イン、アメリカン・カルチャー、ボーリング・グリーン、オー、ボーリング・グリーン州立大学ポピュラー。 1 9 9 5 c h e e r l e a d i n g m e g a p h o n e h i s t o r i e p i c s p o r t s c o m u s 2 5 0 7 8 4 3八百四十三コンバーチブルコンテナレナード AOE ラー1946年4月23日ありがとうございます